金田一を語る人、今回のテーマは金田一シリーズ全巻持ってるファンが選ぶすごいと思ったトリックベスト5です。こんにちは、いつもご視聴いただきありがとうございます。さあ、金田一ファンの皆さん、これまでの事件の中で、あ、このトリックすごいなと印象に残っているものはあるでしょうか。今回の動画は私が選ぶすごいと思ったトリックです。特にすごいと感じたトリックを5つカウントダウン形式でご紹介していきます。なお、こちらの動画は2022年夏に高梨さんのチャンネルで行われた企画に対する私の投稿内容とその理由をご紹介するものです。こういう内容で投票しましたという部分に加えて、新たにこういう投票理由でしたっていうものを今回初めてご紹介していきます。またこの先は過去の事件のネタバレがありますので、くれぐれもご注意ください。では第5位から順に見ていきましょう。すごいと思ったトリックベスト5、第5位は亡霊校舎の事件の特殊な紙で穴に落としたトリックです。これね、特殊な紙を床に敷いておいたんですよね。で、廃墟探索部の先輩ヤモリを落とし穴に落としたっていうトリックだったんです。まあ、廃墟という薄暗い場所だから、ある程度の粗さがあっても成功したっていうことでしょうかね。その紙と床の継ぎ目とかね、その紙の木目の粗さとか、そういうところがあっても成功したんじゃないでしょうかね。される側の立場としては、何ともなく歩いていた場所で突然ズボッと抜けて数メートル下へ落ちていくことになるんで、これ結構怖いですよね。水に溶ける紙だとか、床の木目に馴染むようにだとか、まあ、細かい工夫が感じられたトリックだったかなと思います。すごいと思ったトリックベスト5、第4位は獄門塾の事件の太陽層と月光層を錯覚させたトリックです。これはですね、初めて読んだ時からわ、ずっと騙されてたって声が出たほどだったんですね。ところが、太陽層と月光層の看板を錯覚させるためのランプ、このヒントが道路のトンネルにあったことっていうのは、高藤にとって誤算だったのかもしれないですね。それを差し引いたとしても、2つのコースでのスケジュール、特に休憩時間が絶妙に噛み合わないスケジュールの組み立てっていうのは、計画の緻密さを感じました。で、このトリックね、それ自体に気づいてしまうと、え、これ先生キャラの誰かが犯人なんじゃないのかなって思っちゃうんですよ。なんですけど、それだけでは全ての謎が解けるわけではないっていうのが、この事件のまた深みを感じるところかなと思うんですね。すごいと思ったトリックベスト5、第3位は香港空論財宝の事件の形状記憶ハンガーを使った激突トリックです。はい、第3位なんですけど、形状記憶ハンガーの針金ね、あれを2つの大きな建物に通したんですよ。もともといっぱいのハンガーが1つの形状記憶針金的なやつでつながってましたからね。それを2つの大きな建物に輪っか状にして、柱に激突させたっていうトリックですね。まあ、形状記憶っていうキーワードは真相編に行く少し手前で明かされてたんでね、あ、これもしかして関係あるのかなって思わせてくれる、そういう要素ではあったと思うんですよ。でも、その形状記憶の金属をまさかね、2つの大きな建物をつなぐように通して、ましてやロープウェイのようにしてゴーンってやるとは、まあ、これ初めて読んだ時は想像もしなかったですね。スケールの大きさとしては、これまでの金田一シリーズの中でもトップクラスだったんじゃないでしょうか。これね、似たようなトリックというか、その推理でこういうことじゃないかなっていうのを、怪盗紳士の事件におけるみゆきちゃんとか、あとは雪影村の事件における立川美也子とかが推理していたんですけど、まあそれが何でしょう、より現実的ってわけでもないけど、まあそういうガーっていうやつが改めて実行されたトリックだったとも言えるのかな、なんて個人的には捉えてるんですけどね。すごいと思ったトリックベスト5、第2位は雪鬼伝説の事件のコテージごと消したトリックです。はい、これね、第2位は雲沢夏樹をコテージごと沈めたトリックだったんですよ。序盤で雲沢は夜に何かに気づいて、来ないでっていう趣旨のセリフを発したりだとか、その後にストーリーから退場していたんですよね、それっきり。でも、そこからの彼女の行方はしばらく不明だったんですよ。で、犯人の手に落ちたとはっきり言える状態でもないまま、挙句には一部のメンバーから、雲沢さん犯人なんじゃないのみたいに疑われていた始末だったんですよ。ところが、もしかしたら来ないでのシーン以降、かなりえげつないことがあのコテージで起こっていたのかもしれないですよね。まあ実際起こっていたんだと思います。抽象的な表現にとどめておきますけど、
このトリックは苦しさだけで言えば、例えばね、電脳三層のパトリシアのコテージでの剣と同じくらいかもしれないですね。あとはね、意表の付き方として雪に関する事件でしょ。そこで水に関するトリックが出てきたっていうのは個人的に意外でしたね。なんか雪っていうと、その雪そのものをトリックに使うとか、あるいは気温の低さ、寒さってことね、それを生かしたトリックだとか、まあ、例えば雪夜叉伝説の菅橋とかありましたけど、ああいうのも寒さを生かしたトリックと言えますよね。まあ、それ以外で例えば地面とかね、木とかありますけど、まさかあそこが湖か何かの上にあって、それで水に関するトリックを使ってきたっていうのは、雪にまつわる事件としてはかなり意表をつかれましたね。さあ、次はいよいよすごいと思ったトリック第1位です。すごいと思ったトリック、今回1位にあれを選ばせていただきました。怖い。すごいと思ったトリックベスト5、第1位はヴァンパイア伝説の事件のみゆきちゃんに事件現場を錯覚させたトリックです。はい、これですね。今回1位に選ばせていただきました。業務用エレベーターにみゆきちゃんを乗せて第一の事件の現場を錯覚させたトリックありましたよね。なぜこれが1位かっていうと、みゆきちゃんをエレベーターに乗せるまでに犯人は相当ギリギリなことをやってのけていたんですね。失敗したら何の罪もないみゆきちゃんを不本意な目に遭わせてしまうと、まあ、それはさすがに犯人も避けたかったようなんですよ。なんですけど、ギリギリのところでそれは成功したんですね。みゆきちゃんを業務用エレベーターで運ぶことに成功した。そして連れて行ったところで第一の事件のアリバイトリックはなんとか成功したと言えるんですね。でもこれを原作で初めて読んだ時、私はこのトリックにトラウマを持ってしまって、それが現実世界にもしばらく影響したことがあるんですね。しばらくあれをしてもらうことが怖くてできなかったんですよ。まあ、あれっていうのが何かっていうのは伏せますけどね。このトリックが具体的にどんなトリックかっていうのは、ヴァンパイア伝説を読んでいただくとして、まあ、あくまで自己責任でお読みください。これはね、なんというか盲点でしたね。その人がこうだからこうやって運ぶのは無理とか、こういう移動は無理ですよっていうのの盲点をついたというかね。要は生きている人がそこからそこまで行ければいい。そのための条件としてここまでだったら OK ですよっていうのもかなりギリギリの線を言った。そういう意味でこう何十グラム、100グラム以下の単位のまあやり方というかね、あんまり詳しく言うとトリックのネタバレになっちゃいますけど、まあそういうところがこのトリックすごかったかなと思うんですよね。さあ、そんな感じでいかがでしょうか。皆さんが金田一シリーズの過去の事件でこれはすごいと思ったトリックなんでしょうか。よろしければご意見ご感想などコメント欄にいただけるとありがたいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは金田一少年の事件簿、金田一37歳の事件簿の感想や考察などの動画を発信していきます。応援してくださる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また SNS は概要欄のリンクからフォローをお願いいたします。次回の動画もお楽しみに。